どうもバロンザマスです。続きましてはですね、ヘッドライト P ないこれわざわざねスリーポイントでしてあるので、それをまあ活かしていくような形にしたいと思います。で実際触ってって今、こういう配線が気になったし、いろいろ束ねていったりもしてるんですけど、このアース取るのはこれは定番なんですかね。僕の頃も持った頃は確かにあったんですけど、結構こう配線ごっちゃごちゃなんてあんまり僕は好きくないんですが、これも綺麗に束ねて、少しでもこのぎゅうぎゅう詰めのエンジンの中、すっきりしゃっきりさせたいなと思います。でミニのねこう整備をしていくにあたって、やっぱりプロに委託しなきゃいけないところはやっぱりした方がいいなって思うぐらい、やっぱ一個一個は簡単なんですけど、ぎゅうぎゅう詰めでやっぱり手が入らへんっていうことから、僕みたいな素人やとこうサボりがちなんですよね。もう全部外していくんじゃなくて、ここからスポン行ってまえみたいな、それが結果周りを傷つけることもあると思うので、難しいなと思うところはプロショップ、ちゃんとミニ専門店って生き残ってますから、それだけこの車が愛されてる証拠でもありますし、それとは別に、やれるところですね、上部の方は全然いけると思うんで、こう取り組んでったらいいんかなっていうところ。あとアフターパーツがすごく多いので、そういう意味では楽しんでいけますよね。なんかこうレンズ1個変えますとかね、この部分リングの部分だけでも売ってますから、輸入もできますし、それだけ汚くなったら綺麗にしようかなとか、磨き込まなくても新品に変えるっていう方法もありますし、できる限り僕の場合は純正を生かすような形でやっていきたいと思いますけど、とにかくこの上部からオイルが飛び散ってて、ここも緩んでたりしたのもあると思うんですけど、でそれをきれいに除去していくっていう作業が結構長く続きそうです。それではこのまま継続して整備の方入っていきたいと思います。でライトの取り付け方法についてご説明します。この逆をやればライトが外せるっていうことなので、分かりやすく外したとこから始めますね。この車はちょっと HID が入っているので、ちょっと加工されてるんですけど、取り外し、取り付けには全く関係ないので、このままやらせていただきます。まず最初に必要なのはこのリングですね。ちなみに、こことここは後軸調整用のネジなので、絶対に触らないようにお願いします。で、始めます。まずこれを通すんですけど、通してきました。ちょうどここに引っかかりが2つあります。で、これが後軸調整の方に挟まるようになっているので、まずこれをはめてください。これだいたい向きがあったか確認して、はまっていれば OK です。こっちははまってない。次はライトですね。ライト。で、この赤線、赤は赤、黒は黒ですね。これがスモールランプ球になります。じゃあ先にこれを刺します。次は赤は赤ですね。穴開けしてるんですね、ここね。戻していきます。こうですね。ここまで OK ですか。傷つけるようにグンってしてるのが一番ベスト。じゃあ次ですね、はまってるのを確認して、これですね、止めていきます。これ位置決まってます、穴開いてるところね。こうですね。はい、ここまでできました。こんな感じで止まっています。これ大丈夫ですね。下側ここちょっと見にくいか。最後にリムですね、銀色の、シルバー、
ちゃうわ、クロームか。で、これは穴が1箇所下だけ開いてます。それを止めるだけです。これ1個だけです。はい、終わりました。ついてますね。オッケー、オッケー。これで完成です。